近鉄5800系電車は、近畿日本鉄道が1997年から1998年にかけて導入した電車。愛称は L、シーカー。解説の便宜上、神戸三宮、大阪南場、京都、鳥羽川線当車の車両番号 F を編成名として記述する。大阪線や名古屋線では長距離輸送のため、クロスシート車が運転されてきた。2600系。 2 6 8 0系、2 6 1 0系では通勤系の2 4 1 0系と同様の片側4扉車体でありながら対面式固定クロスシートを導入したがシートピッチが狭いという理由で旅客から敬遠されるようになってきたため2 6 8 0系、2 6 1 0系は車体更新の際に順次ロングシートに改造された。 1988年に登場した5200系も三扉転換クロスシート車であり2600系列に比べると居住性は向上したが三扉車の1996年1月に2610系2621回を LC カーの試作車として改造し同年2月から大阪線で翌3月から名古屋線で運転した輸送品質の向上が 利用客から好評を博したため、さらに増備すべく、L、C カーの心臓が行われた。それが統計列であり、混雑時は窓に並行して座席が並ぶロングシートに、換算時は回転式、クロスシートに変更される、デュアルシートを配置している。大阪線、名古屋線のみならず、従来ロングシート車のみ投入してきた。 奈良線にも投入されており、1998年まで6両、編成7本と4両編成1本の計46両が製造され、奈良線系統には6両編成5本30両が、大阪線には6両編成2本12両、名古屋線には4両編成1本4両が投入された。5800系以後に登場した新規形式はすべて、車体デザインが全く異なり、 イベット素子 VVVF インバーター制御となったシリーズ21に移行した。このため、1981年の1400系と8810系に始まり、20年近く使われ続けた。近鉄一般社の基本デザインは本形式が最後となり、1984年の1420系に始まり、十数年にわたって使われ続けた。 GT o ソシ VVVF インバーター制御も本形式が最後となった。奈良専用5803回2019年4月1日現在、最大事件尺に6両編成5本が配置されている。電算記号は DH5820K 及び 9820K1026K1026 回から1029回と共通運用で奈良線及び 阪神線直通列車を中心に運用されている。基本的には、京都線、柏原線、天理線も含めた一体的な広域運用をしているため、京都線系等での運用もある。2013年11月2日には、ご移動研修者こと、高安研修センターでの近鉄鉄道祭り2013開催に伴い、5802回が、 元78系元77型の中間に、挟まれる形で並結した8両編成、1で、団体臨時列車、マンモス号に充当され、それぞれの会場もより駅である、五井道駅、高安駅間で4往復運転された。大阪線用5813回2019年4月1日現在、高安県尺に6両編成2本が配置されている。電算記号は DF。 2019年現在5820系との共通運用とされ、運転距離や種別を問わず主に6両編成以上で運転する運用につくが、ラッシュ時は多形式併結の8.10両編成運用もある。基本的には大阪線を大阪上本町駅飛ば線飛ばい期間の限定運用であるが、ダイヤ混乱時には名古屋線に入線する可能性があるが、ほとんどの場合、 違う列車に運用差し替えされるため、この車両が名古屋線に入線するのは極めて異例の時のみである。検査ダイソーはトイレ付き4、扉ロングシート車両に2両編成車を並結した6両編成で行う。名古屋専用5812回2019年4月現在、富吉検区に4両編成1本を配置している。電算記号は DG-2610 系。 2800系改造、L、C カーや1400系千4 0 7回、1200系二2 1 1回1212回と共通運用で、他形式の2両編成車と並結した6両編成で、近鉄名古屋駅と馬駅間の急行を中心に運用される。検査大イは、大阪線所属車同様に2610系などのロングシート車が行う。座席運用については、 クロスシート運用とロングシート運用が混在しており、京都線、柏原線、天理線では、貸切列車を除く、全列車がロングシートで運用される。デュアルシートを配置した扉間は2人掛け3列のクロスシート、あるいは6人掛けロングシートとなる。車端部は4人掛け固定ロングシートを基本としているが、例外としてトイレの向かい側はクロスシートとしている。デュアルシートは、 ロングシートとクロスシートの自動変換可能な電動転換機構を客台に装備。電動転換機構はシートを通路側にスライドさせる機能と180度回転させる機能を合わせ持っている。座席の切り替えは運転台の総括制御スイッチにてロング、クロスシートの切り替えを行う。ロング時はシートは固定され、クロス時は足元の足踏みペダルで手動で180度。 回転可能としているが、このスライド機構は 18,400K で、初採用された、現在の近鉄特急車標準の変身式、回転リークライニングシートと同様の構造である。クロス状態では、足踏みペダルにてシートを180度回転し、座席を向かい合わせにしたり、進行方向や、その逆方向に向かせることも可能である。足踏みペダルの使用は製造時期によって差があり、 初期車の足踏みペダルは小型であったが、増備車の5803回5812回以降は大型のペダルに変更された。シートのモケットは欧兵のラベンダーブルーを採用し、形状は黒筋を基本としている。背もたれを曲面形状の頭部まである高いものとし、その上にヘッドレストを取り付けている。肘掛けはアルミ製のものを採用している。寸法は、 全高線 120mm、全120、mm、幅 960mm で、黒筋のシートピッチは 975mm と、特急車並みとしている。固定ロングシート部の一人当たりの専有幅は 490mm と、デュアルシート部よりも、やや余裕があり、モケットの色を、デュアルシートに合わせている。なお、固定ロングシート部にもヘッドレストを備えるが、肘掛けは省略された。 明るいグレーを基調とした化粧板と床敷物を採用し、シートの色に合わせることにより、落ち着いた雰囲気を醸し出している。床敷物は大摩耗性の向上したものを採用し、正メンテナンス化を図り、出入り口付近はノンスリップ加工を採用している。側扉の横には幅 610mm の仕切りを設けており、立ち客用の握り棒と背もたれ用のクッションを備えている。 釣り手は形状を五角形に変更し、高さはロング字を基準にして設置しているが、扉間は通常の高さのものとやや高いものの2種類が交互に並べている。カーテンはフリーストップタイプを採用し、上げ下ろし時にヘッドレストが邪魔にならないようにしている。大阪線、名古屋専用編成の5812回5813回に、 組み込まれた s 5 7 1 2 s 5 7 1 3では長距離運用を考慮してトイレが設けられ2、形式も差5 7 1 0型に区分されたトイレ前の1区画は着席者の視線がトイレ入り口に向くのを防ぐために2人掛け2列のクロスシートとなっているが車端部の座席はクロス状態で固定されて上高扉側の座席のみ転換可能でこの区画の座席は ロングシートに変換できない。なお、先行して落成した大阪専用の5811階に、組み込まれていた s 5 7 0 0 k s 5 7 1 1にはトイレが省略されていたが、奈良線、京都専用5803階の製造時に、本来の s 5 7 0 0型ではなく、トイレ付きの s 5 7 1 0型を s 5 7 1 1として組み込んだ状態で落成し、 9車5711をさ57032、階板の上で、これら2編成間で、車両交換を実施した。車体材質は、仙台系列といえる5200系では、普通構成だったが、本系列は1620系や1026系が、ベースになっていることから、両系列と同一のアルミ車体を採用している。ただし、つまの窓は縮小し、 編成戦闘以外の貫通扉の窓は拡大された。連結部の通路板は従来の2枚板式から3枚板式に変更され、TC 車正面部の通路板は大型化された。1998年度の造備車では製造時から上高扉上部に雨どいを取り付け、連結部に転落防止ホロルが設置されている。また、L、C の時間に転換をイメージしたグラフィックロゴを製作し、 カラーシールを先頭車運転席後部と袋部3とデュアルシートを配置した2連装下部にエッチング板を先頭車運転台装下部に取り付けているが2010年以降は車体側面の L、C マーク撤去が行われている。走行機器は概ね大阪線所属の1 6 2 0系、名古屋線所属の5 2 1 1系と同一の構造、部品を使用した。 三菱電機製の g t o を阻止による 1C4、M 制御の VVVF インバータ制御装置搭載で、主電動機は三菱電機製メガバイト -5035B を装備し、歯車比は5.73である。台車は1 6 2 0系や5 2 1 1系、1 0 2 6系と同様の、片押し踏みずらブレーキ式近畿車用、KD-306 型で、TC、 T 社はディスクブレーキを併設する1 4 3 6系や1 2 5 4系で搭載された滑走検知装置は搭載されていない。車輪系は同輪、付属輪ともに 860mm、ホイールベース間隔は 2200mm である。M 社に主制御器、終電装置4を T 社に東芝製補助電源装置、電動空気圧縮機を搭載。また、 増解決作業を簡素化するための自動連結解放装置を搭載し、た系列との並結を考慮して、ブレーキ装置は従来と同様のそもそも速ブレーキ、回生ブレーキ、併用電磁直通ブレーキが採用されている。SIV は、東芝製 INV094 と、三菱電機製 NCFAT が混在しており、CP も HS-10 と、 C-1000LA が混在している。さらにも5400型とさ5500型には、車庫の検査ピットが4両編成対応であったことから、編成を4両と2両に分割するための簡易運転台と全消灯を設けてある。分割の際は、電気指令式ブレーキとなるため HSCR に読み替えるブレーキ読み替え装置を床下に設置したが、 なら専用編成については検査ピットの6両編成対応化工事の完成で、車庫内での編成分割が不要となったため、5803回以降は簡易運転台を設置せず準備工事のみに止められている。両端先頭車の運転台は5200系や1620系などの在来車と同一仕様であるが、本系列以降に登場したシリーズ21車両では、 横軸ハンドルの運転台に移行したため、1972年から続いた近鉄標準型の運転台を搭載する最後の車両形式になった。車両性能面では5 2 1 1系や1 6 2 0系、1 0 2 6系と同様で、営業最高速度は時速 105km 及び時速 110km を確保した。バリアフリー化改造二千二年から二千十四年に、 かけて、全編成にバリアフリー化工事を行い、区5300系、区5312、連結部注意換気装置の取り付け、ドアチャイムと車内案内表示器を乗降工場部に設置し、5801階から5803階、5811階、5812階は、連結側に転落防止ホルを取り付けているが、5811階や5812階の、 転落防止ホロは5200系などに設置されたダンチファイタイプの防止ホロとなっている。阪神線直通対応改造2007年から2008年にかけて奈良線所属の五編成は阪神電気鉄道乗り入れ対応の改造を行った。改造内容は運転室に阪神用 ATS と列車種別選定装置、救援用のブレーキ読み替え装置など、 阪神線での走行に必要な機器や行き先表示幕の交換を施行し、前述のブレーキ読み替え装置の搭載に伴い、連結機は他のシリーズ21と同じ二段式電気連結機に交換されたため、廃尚機の形状が変更されている。乗り入れ対応編成は町長々に類似したマークを、全面運転台小窓と、側面乗務員室扉横に貼り付けられている。 内装更新2014年には全編成に対して老朽化したヘッドレストの新品取り替えを行うとともに座席モケットも5820系や5200系更新車と同一デザインのモケットに交換されている一部編成はロールカーテンがシリーズ21と同一品に交換された座席の背面形状と転換装置足踏みペダルは従来のままで 損地されている。アートライナー現在は通常塗装に戻っている。本系列の登場以降、東日本旅客鉄道の205系、電車3100番台や E331 系、東武鉄道590系電車など、首都圏やその近郊で使用される電車にもデュアルシートを採用した例が増加しているが、デュアルシートは厳密には近鉄で発案されたものではなく、かつて、 日本国有鉄道が区派79,929号電車で、同種のアイデアに基づくロング、クロスシート可変機構を試作搭載して実験したという前種が存在する。こちらは、機構的な洗練度が低く、また当時の輸送事情では、導入が困難であったために実用化は見送られたが、4扉通勤車で、ラッシュ時の収容力確保と換算時及び、 長距離客の快適性の両立を図る、この構想は、実は国鉄で発案されたものであった。注釈主典、ありがとうございます。